はい、ウイングチャンネルの時間です。ウイングオートのサジです。今日はですね、こちらのアバルトを紹介していこうと思うんですけれども、予算200万円で楽しめるアバルトということで、厳選されたよりすぐりの車ご用意いたしました。特選中古車ですね。はい、めちゃめちゃいいのが揃ったので、ぜひご紹介させてください。はい、お願いします。お願いします。まずはこちらのお車ですね、2013年式のアバルトの500になります。こちらの車、買取で入ってきた車なんですけれども、弊社の方でかなりメンテナンスさせていただいておりました。でやっぱり一番のポイントはですね、こちらですね、サブコンしっかりついてます。チューニングしてあるんですね。はい、このサブコンでパワーが出ると。はい、160馬力になってます。おお。でさらに、はい、ホイールですね。はいはいはい、はい、実はこれ1週間前に綺麗に塗り直したばっかなので。あ、そうなんですか。はい、ガリ傷1個もありません。リニューアルしたんですね。ピカピカです。なんかシャキッとしてますね。そうですね、もともとの色よりもちょっとグロス多めにしてあるんで。なるほど、オリジナルです。艶やかな、はい、光沢が。そうですねいいですね。で、まあ、車高調でウィルシュタインの車高調でちょこっと落としてて、で運転席、運転席、はい、赤のレザーシートなんですけれども、この間そういえば言ってましたね、13年までがこの赤レザーなんですけれども。いいですね。やっぱりこの車距離が今約6万キロするかな。はい、はい、約6万キロなんですけれども、どうしてもレザーのシート擦れてきちゃったり破れてきちゃったりするんですけれども、これリペアしてあります。おお、綺麗になってるんですか。もう、あ、本当だ、ツヤツヤ。めちゃめちゃ綺麗に直してあります。やっぱシートひび割れてたら気になりますもんね。めちゃくちゃ大事です。いかにも中古車感っていうそうなんですよ、ね、どうしても白くひび割れてきちゃったりするので、うん、おすすめですね。やっぱ毎回座る部分ですからね。そうなんですよ。でドア開けてやっぱり赤いレザーが汚れてたりとかしてると気になっちゃうので、うん、そうですよね。ここはしっかり直してありますね。さすが押さえてあります、はい、でもう一つ、はい、見えますかね。何でしょう。助手席のダッシュボード。ダッシュボードかなりもっこりしてます。あ、本当だ。これもアバルト500あるあるなんですけれども、これですね。はい、実はこれ1回パックリ割れちゃってるんですよ。ほう。ただ純正と違いがわからないぐらい綺麗にこれもリペアしてあるんですね。おお、素晴らしい、はい、いいですね。ここじゃあ気になるところは結構もう、そうですね、しっかり直してありますね。なるほど。でなおかつタイミングベルトも、はいはいはい、実は2年前に変えたばかりなので、まだまだ元気に乗れます。大丈夫だよと、はい、じゃあしばらくは心配なく。そうですね、もう普通に遊んで乗れる車ですね。なるほど。で最後お尻ですね。お尻、はい、お尻違います違うこっちのお尻です。 GTEC の GT278 というマフラーがついてます。はい、一番人気のやつです、ね、そうです。で今はないカールエンドって言って、ちょっと純正っぽく分厚いマフラーチップになってるんですけれども、はい、もうこれ今ないんですよ。そうなんですね、はい、なんか本当ノーマルっぽい感じですよね。そうですね、パッと見ノーマルに見えるんですけども、エンジンかけると音がめちゃめちゃいいっていう感じです。なるほど。じゃあサイさん、ちょっとサウンドを聞かせてもらっても大丈夫ですか。はい、わかりました。はい、で、最後もう一つ音で重要な部分ですね。こう映せますかね。あ、ピラーのところですね。はい、これだ。はい、インタースコープサウンドシステムって書いてあるんですけど、はい、今はもうないです、このシステム。あ、そうなんですか。何が違うんですか。ですね、運転席の下にサブウーハーがついてます。おお。なので音質も今のアバルトよりいいんですよ。ちょっといいサウンドがすると、はい、こういったこだわりが詰まったアバルト500になっております。なるほど。はい、でヘッドライトも結構黄ばんできちゃったりする車あるんですけれども、はいはい、まだまだ綺麗な状態ですし。綺麗な状態だと、はい、ここからもっと綺麗にしたいという方は磨き上げしてビカビカにすることもできます、はい、なるほど、はい、でお値段見えてますけど、はい、148万です。はい、タイベル変わってて、はい、車高調ついて、はい、マフラー変わってて、あ、でホイールもビカビカのついて、はい、安くないですか。なかなかお値打ちですよね。お値打ちですよね。これももちろん僕らが下取り買取で入ってきてる車なので、
前のオーナーさんがどんな整備されてたかとかっていうのも結構分かる部分があるので、うんうんうん、その辺も安心して乗れるかなと。そこ分かってると安心ですよね。めちゃめちゃ僕らも安心できますし。ですよね、はい、なんかどこでどんな風に乗られてたか整備されてたか分かんないとちょっと心配ですもんね。怖いですよね、同じ距離の車でも。怖い怖い怖い。でもここでやったやつならもう分かってるから安心だよと。そうです、素晴らしいです。はい、はい、じゃあこれが1台目ですね。はい、そうです。じゃあサイさん2台目紹介してください。はい、2台目こちらのめちゃめちゃレアな、可愛くないですか、はい、このカラー水色です。可愛いですね。はい、結構水色っていうと皆さんフィアットのツインエア思い出すかなと思うんですけど、実はアバルトにもあったんです。おお、なんかミラーも可愛いのがついてますね。はい、これはミラーカバーで前のオーナーさんのこだわりですね。前のオーナーさんもなんかおしゃれさんだったんですねそうなんですよ、あの実はこれうちの受付スタッフがもともと乗ってた車でして。そうなんだ、はい、だからなんかいろいろ小技が効いてるんですね。そうなんですね、しかもめちゃめちゃ程度がいいっていう。なるほど、はい、これは走行距離はどれぐらいなんでしょうか。走行距離が4万5千キロです。4万4千って書いてある。4万4千でいいですか4万4千キロです。なるほど、はい、まあでも全然これからまだまだ乗れますよね。まだまだ乗れます、この水色実はベースグレードアバルトの500しか設定がない色で、へえ、3年間ぐらいしか作られてない色なんですよ。あ、じゃあ台数はそんなに多いわけではない。そうですね、かぶりにくいと。コンペとかが出てから設定された色なんですけれども、皆さん結構コンペツーリズムに行きがちだった時に、はいはい、ベースグレードだけこの色が選べたっていうところ、ね、なるほど、おしゃれですね。可愛いですよね、この白いストライプも入ってたりとか。爽やか、はいね、そんな爽やかなお車なんですが、がエンジンルーム開けましょう。お、やっぱりね、何やらサブコン入ってるんですよ。パワーアップしてるよと。はい、パワーアップしてます。そしてこの辺はどうなんでしょう。これはステッカーだけかな。そうですね、この辺純正ですね。ステッカーチューンですね。はい、でタイベル、これも変わってます。タイベルもやってますよ。はい、まだタイベル変えてから4000キロしか走ってません。いいですね、めちゃめちゃお得です。いや、これも走行距離もそんなに過走行じゃないし。そうですね、はい、でちゃんと整備もしてある車なのでまだまだ乗れますね。まだまだ乗れます。はい、で足回りですね、 OZ のレジェンダっていうホイールなんですけれども、これの白かな、うん、あのアセットコルサとかにも使われてたホイールなんですけれども、それの黒バージョンで、センターキャップ本来ないんですけど、うん、あえて同サイズの真っ黒にしてあるっていうさりげないこだわりポイントですね。かっこいいですね、はい、そして、中ですね、はい、これもまた水色ならではなんですけれども、インパネも水色、そしてシートですね、ここにも水色がさりげなく入ってるんですよ。いいですね、おしゃれ。めちゃくちゃ希少な車です。でお尻行きましょう。アクラボです。めちゃめちゃいいマフラーですいいんですね、はい、いいです。みんながつけたがるようなマフラーがついてると。そうですね、あのビポストとかについてるようなマフラーだったはず。私よくわかんないですけどわかんなくなると私無言になりますのですごく希少なマフラーです。はい、でこの年式からバックソナーがつくようになりました。バックソナーがついて、はい、なるほど、意外と便利ですもんね。そうなんですよ、これあるだけで後ろ詰めれますし。なるほど、いいじゃないですか。バックカメラまではいらないけどっていうことですね。うんうんうん、じゃあこの車もサイさんちょっとサウンドを聞かせてもらってもいいですか。はい、サイさんバブバブ言ってましたね。はい、ほんのりバブリングが入っております。さっきのマフラーよりも、うん、アイドリングはおとなしいかなと思います。はい、はい、ただ、まあ、見た目のかっこよさと、うんうん、エンジン回すとしっかりとバリ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 とアバルトらしい音を出してくれるっていうマフラーですね。 なんか女性の方が乗ると可愛いですね。そうですね、ではこのお車が、はい、でこちらのお車、こんな希少な車なんですけれども158万円です。これも
お値打ちですね。これはめちゃめちゃお買い得だと思います、ね、はい、水色をお探しの方ぜひ。夏に似合います。はい、はい、そして、はい、そして最後ですね、こちらのお車です。アバルトの500。まず色ですね。パールですか。パールです。このパールホワイトもめちゃめちゃ希少なお色でして、これもベースグレードしか選べない色なんですけど、うん、当時15万ぐらいのオプションでした。そうなんだ。はい、ね、なかなか日本には入ってきてる台数が少なかったので、あ、ね、今選べるパールホワイトと色味が違うんですよ。んで、ちょっとクリーム色がかってるパールホワイトなので、はいはいはい、より、まあ、日本人からするとパールっていうとこういう感じのイメージされるかなと思うんですけど、ね、はいはいはい、めちゃめちゃ綺麗なお色ですね。で、はい、この車はタービン変わってます。あ、やってますねなんとタービンが変わってると。ちょっとでっかいのをつけちゃったわけですね。はい、ギャレットのタービンに乗せ替えてます。これですね。これです。で、エアクリも、エアクリも変わってて、インタークーラーも前が何やらちょっと、はい、勇ましい感じですね。前置きのインタークーラーに変わってまして、で、足回りも、足回りどんな感じでしょう。あ、ちょっとなんかキャンバーついてないですか。これついてます。まずブレンボ入れてるんですよ。おー、で、ローターも前後変わってて、はい、車高調はワンオフです。某有名ショップの、某有名ショップ、はい、愛知県のショップさんの、はい、車高調がついてて、なおかつ LSD 入ってます。すごいじゃないですか。やばいですよこれ。ちょっと本気じゃないですか、はい、簡単にサーキットでタイム出ます。おお、マジですか。めちゃめちゃ速い車です。なんで中も見ていただこうかなと思うんですけど、はいはい、超やる気仕様です。もうやる気出てますね、はい、この出てるハンドルがこの分もうやる気を注いでますね。もうやる気仕様です。で、運転席もシートももうやる気じゃないですかこれ、はい、おお。あ、で、これもあのレザーのやつなんですね。そうですそうです。なんでドライバーさん楽しく乗れて、はい、助手席の方は純正シートなんでちゃんと乗り心地もよく。なるほど、はい、そしてお尻行くと、まずこのクリアのテールライト、あ、これもなかなか本当ですね、レアなモデルなんですけれども、はいはい、まあ、このパールホワイトのお色だからこそ、まあ、似合う。なるほど、テールライトかなと思いますね。ちょっと人とは違いますよ。はい、で、GTEC の278ですね。はい、はい、結構太いですね。太いです。これ一番でっかい114パイで114、はい、はい、で、牽引フックもついて、はい、もうこれはもうフルで、ちょっと走りたい方向けです ね。あの、どちらかというと僕ら あの普段やってるドライビングアカデミーとか、はいはい、アルファロメオチャレンジ、この辺に一緒に参加していただきたいなっていう車です。なるほど、はい、チリ屋さんはこの車がいいよと。そうです。でもこんだけ結構やったるとお値段がまたどうなんですかって思うじゃないですか、はい、正直カスタムだけで150万以上かかってるお車なんですけれども、結構かかってますね、はいはい、じゃあプライス発表してください。ドン、168万です。おお、これもお値打ちですね。そうですね、こんだけやってあって、まあ年式こそね2010年でちょっと年数経ってますけれども、はいはい、まあ、タイミングベルトもちろん変わってますし、メンテナンスもめちゃめちゃしっかりされてる車なので、うん、でも後からね、佐々木さん、はい、これだけのカスタムをしようとすると、はい、大変ですよね。だって車1台買えちゃいますからねそういうことですよね。そうなんですよ。もう1台、まあ、これぐらいの車が買えちゃうっていう話ですもんね。はい、これいいですよね。で、このプライスですもん。そうです。なので遊び用にしたらもうめちゃめちゃいいと思いますよ。いいですね。こうも早いもん勝ちですね。そうですね、まあ、どれもそうですけど。そうですね、はい。このお車は走行距離はどれぐらいですか。はい、7万2000キロですね。72000、はい、距離の割にはめちゃめちゃ綺麗で。そうですね、はい、そんだけ走ってるとは思えないですね。そうですね、一見ね、綺麗で。これもヘッドライトかなり綺麗に、本当です本当です、はい、なってますので、やっぱり前のオーナーさんの手入れがしっかり行き届いた車ですね。なるほど、はい、まだまだ乗れますね。まだまだ全然乗れます。はい、では今3台ご紹介させていただきました。向こうから148万、158万、168万ということで、まあ、どれも、諸経費入れても200万円以内で楽しいアバルトに
乗り出せます。ありがたい。はい、でまあもちろん今後のメンテナンスもね僕らに任せていただければと思いますのでぜひご検討くださいませ。はい、そしてはい、そしてもう一台だけこちらの赤い車なんですけれども、はい、はい、ちょっとね車188万円、まあ200万以内なんですけれども、はいはい、諸経費入れるとちょっとオーバーしちゃうかなっていうところなんですけれども、若干出ると。そうですね、はい、ちょこっとだけなるほど。ただただ現行モデルです。あ、最新の今のモデルだよと。そうですね、今のシリーズ4って言われるモデルですね。はいはいはい。じゃあ年式は新しいってことかな。年式2017年です。17年、はい、なるほど。で距離まだ2万1000キロなので少ない。はい、まだまだ全然乗っていけます。これからですね。はい、でこの車の一番のポイントがホイールです。ホイール、はい、はい、あ、ちょっと変わった感じの。見れます。なんて書いてあるんですかそれは。県奥山です。あ、県奥山、はい、奥山県、はい、エンツォフェラーリ、そうです、デザイナー、そうです、日本人、はい、がデザインしたホイールです。わお、めっちゃ希少でなかなか手に入らないホイールなんですけど、ホイールもデザインしてるんですね。そうなんです。で、まあ、これホイールのモチーフは実はアルファロメオなんです。それっぽいですよね。はい、アルファロメオのあの梅ホイールって言われる、まあ、皆さんが好きなホイールを、サイさんも売れそうですね、めちゃをあの丸をちょっとこうね重ねた感じのホイールで、なかなかこれアバルトで履いてる人いないんですけれども、ホイール自体珍しいんじゃないですか。めちゃくちゃ珍しいです。ですよね、はい、聞いたことないですもん。ないです、初めて聞きました、はい、っていうレアなホイールがついてます。なるほど。でベースグレードなんですけども、この車、うん、リア3面スモークフィルム貼ってあるので、あ、フィルム貼ってあるよ、はい、と。なるほど。でちゃんとレコードモンザです。レコモンだよと、はい、なんで要所は抑えたカスタムですね。やっぱね、サイさんパッと見てね綺麗ですよね、ボディが綺麗じゃないですか。いい色ですよね。あの色もさることながら、はい、ボディやっぱコンディションが綺麗そうですね。でこの後期型からこの赤色も色が微妙に変わってまして、へ、ちょっと朱色がかった感じの。なるほど。フェラーリのロストコルサみたいな感じの赤に変わりましたね。なるほど、はい、イタリアっぽさが出るよと。そうですね。でこれもバックソナーが、はい、ちゃんとついてます。ついてますね、はい、バックも安心ですと。そうです。でちゃんとここに595ってなってますね。595ってですね、はい、あのアバルト500から595になったというところで。あ、なるほど、はい、私よく分かってないんですけどね500とか595とかあんま変わりないっすよ正直。あ、そうなんですか、はい、で中も、中も綺麗です。あ、本当綺麗綺麗。結構この後期型からいろいろと改善されてまして、うん、変更点みたいなのがあるんですか、はい、何が違うんですか。まず一つ目がエアコンの吹き出し口です。あ、なるほど。今まで上についてたものが横付きになったので、はい、横になったよと、はい、より聞きやすく、例えばナビとかつけたとしても、はい、エアコンの吹き出し口いじらなくてよくなったので。あ、はい、そっかそっか。でダッシュが、はい、もっこりしなくなりました。本当だ、平らだ、はい、あれはなんでもっこりしてるんですか。エアバッグがあそこに入ってるんですよ。 あそこの中に風船が仕込まれてるんだ。そうなんです、ただあの何でか分かんないですけど後期型からはあんまりもっこりしなくなりました。あ、なるほどね、はい。まあ、もっこりしてない方がそれはすっきりはそうですよ、ね、してますよねそれね。で、まあ、オーディオも Bluetooth が接続できるようになったりとか、はいはい、今時のやつですね。そうですね、かなりいろいろ変更されてますね。はい。でこの最新のアバルト、はい、595、はい、お値段が、値段が車両で188万で若干出るっていうことでしたよね。はい、若干出ます。若干ってどれぐらいですか。200万1円でも若干ですけど、はい、210万ぐらいですね。210ですか、はい、はい、でもその分、まあ、年式も新しいし、そうですね、はい、やっぱりボディのコンディションとかはいいですよね。現行モデルだし、はい、いろいろいじってあることよりもとにかく現行モデルが欲しいっていう方にはいいですね。そうですね、現行モデルでなおかつちょっとやっぱりね人と被りたくないっていう仕様。なるほど、はい、
こちらが1本持ってこいの車ですね。なるほど、はい、そうしましたら蔡さん今日は4台、はい、そうですね、はい、計4台紹介していただいたんですね。この現行モデルとちょっと走るやつ、はい、168万円おしゃれなやつ、ライトチューン2台ですね。こちらもホイールピカピカ148万円、はい、はい、今日この4台紹介させていただきましたけど、はい、実はまだ紹介しきれてない車めちゃくちゃあって、うん、まだあるんですか、はい、在庫台数今20台ぐらいあるんです。どんだけあるんですか蔡さん、どんだけ集めるの。あの嬉しいことに、はい、あの乗ってるオーナーさんとかから、うん、買い取りとか、まあ、下取りの話めちゃめちゃいただけてて、お今買い取りで15、6台ぐらいめっちゃ入ってますね、はい、なので素性分かってる車がめちゃめちゃ多いんですよ。それはいいですね。ありがたいです。なんでそんなウイングさんに買い取り集まるんですか。そうですね、でも僕らやっぱりこういうカスタムしてる車大好きなので、はいはいはい、その分あの僕らも好きだからちょっと高く買っちゃうんすよ。あ、なるほど。特にあれですね、ウイングさんはやっぱそのノーマルで売ってるというよりも、そうですね、絶対いじってますもんね。いじってます。カスタム大好きですもんね、はい、もうホイール車高調、はい、その他もろもろも大好きです、はい、なので、まあ、そういう車を乗ってる方が、ね、まあ、ウィングさんなら分かってくれるだろうと、そうです、ね、はい、いうことで持ってくるんですね。そうです。で高く買っちゃうと、はい、そっか、それは持ってくる人にとってもメリットですね。そうですね。で次のオーナーさんもそういうの好きなオーナーさんが多いので、なるほど、またそっからプラスアルファカスタムされたりとかっていうことも多くて、はいはい、なるほど、はい、なのであの、まあ、この辺の車たちみんな前のオーナーさんがあの次もアバルト好きな人に乗ってほしいっていう風で譲ってくださった車なので、はい、ぜひ新たなオーナー待ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。